田丸氏は、日本の氏族。伊勢国氏から戦国大名となった北畠家の初流。田丸氏の怒りは、伊勢国氏北畠家の初流で、第五代、北畠正里の四男、ケンバレが、渡来軍田丸城に入り、父の分割相続により与えられた土地の名を称し、田丸氏を名乗ったことに始まる。だが、彼は、大英六年に家臣によって暴殺された。その後、 北畠財親の三男であるともただが、現場れの養子となり、当主位を継いだ。なお、関西重州諸家府では、家電に曰く、北畠大名言財親が三男中上具中、伊勢国多丸城に従して、田丸を称号とすとある。多丸氏の人物としては、特に、田丸直重と田丸稲の絵門のが著名である。直重は、戦国時代に活躍した武将で、 ガムウジサトの妹婿でもあった。天正十二年に豊臣秀吉より所領を安堵され、ガムウジサトの寄り木となり、文禄四年に森山城五千国を、慶長三年に海津城四万国、ついで慶長五年に美野岩村城四万国を領した。同慶長五年の関ヶ原の戦いでは西軍に属して開役され、越後国へ追放された。このたまる直重が、 前田氏に仕え、後に子孫は幕臣となったという、田丸子孫から幕末に田丸稲の獲物が出た。戦国時代初期の伊勢守護、北畠正里の四男、剣薔が土合軍田丸城に入り、田丸の名字を称したことに始まる。以降、田丸氏は初代、田丸兼剣晴れ以下、歴代当主により、田丸御所の尊称が継承され、 北畑氏の一門の三大将として、重きを成した。しかし、現れは、伊勢国の国人、関氏との戦いの最中、家臣である池山氏の謀反に倒れ、家督はその子、田丸友忠が継承した。やがて、田丸友忠が老齢で隠居すると、その子、田丸直重が家督と田丸城を継承した。直重は、 織田信長のこの織田信夫の家臣となり、九州であり、一族でもある北畠市一門の暗殺を命ぜられ、多丸城にて九州一族を殺害した。やがて、直重は、橋場秀吉の三家となり、その重臣、ガモ氏ジの姉婿であることから、ガモ氏の家臣となる。ガモ氏が、道の区国会津に九十万国を与えられると、直重は三万国を与えられ、スカガー城主となった。 その後、直重は、笠井大崎一騎や役の部正美の乱に出陣し、先行により五万二千国に数をとなり、森山城主に転じた。主君宇治里が死去するとその子のがもう秀行に従い、秀行が宇都宮城十八万国に天保となると、直重は、品濃国川中島城主に封ぜられた。その後、 徳川家康の命で、美濃国岩村城に移り、四万国の封を得た。しかし、関ヶ原の戦いでは西軍に参陣し、西軍が敗れると敗将として、越後国に流された。田丸直主は出家したものの、その長男、田丸直主は赦免され、ガム受けに帰参した。しかし、ガム氏が断絶すると、浪人して、加賀藩前田氏に仕えた後、江戸幕府の旗本となった。 また、直重の次男に直綱という人物がおり、その三男、直子の女が、水戸藩士に嫁いだとされる。直子の女が嫁ぎ先で産んだ子直行が、田丸生を犯して、水戸藩士、田丸家が成立した。以降、田丸家は、直行、自家、通る、自家行と続き、稲の衛門の自家行を養子とした。ありがとうございます。